スター試合はアマチュアシートワールドランタム級3分2ラウンド上杉俊也対斉藤大輝の一戦です。上杉は28歳、ブレイブハート福島所属、斉藤大輝は17歳、高校3年生です。ビロクテテス新潟所属。ゴングが鳴った。まずローで様子を見ます。斉藤大輝と回し蹴り、面白いですね。構えは斉藤、あっと左が入った。上杉の左、あまりもらってはいけません。斉藤ロープに追い詰める。まだテイクダウンを奪われて投げた。さあグラウンドでなりましたサイドポジション。ちょっと苦しい展開ですね。なんとかして立ちたいですね、はい、立って自分 の、 まあ、打撃で押してほしいですね、はいはい、佐藤選手は打撃が上手いですか。そうですね、はい、なんとあの村上から往復100キロを通って、ね、ピロクテテスニーガータまで来てる、ね、あの風が、努力家なんですよね菅井さんね。そうですね、はい、やっぱ覚えが早くて、あの成長が早くて、あのちょっと末恐ろしいですよね、はい。さあガードポジションで三角が入ってそうだ。さあそうですね、下からの三角を狙っている上杉、引き込んでこれはしのぎたい斉藤大輝高校3年生。トスター、さあ、あと腕どうだ。ここはなんとかしのぎたい。これ、ね、腰まで持ち上げたらブレイクになるんですけどね、アマチュアはね、あのまま決まっちゃうこと多いんですけど、ここでケアの仕方うまいですね斉藤選手、はい、高校3年生ですね、うん、母親が風田陣プロモーターと同級生です、うん、サイドへのパウンド斉藤。ここはどうなんでしょう生駒さん、こういう場合というのはもう体を密着させて決めから逃れるという、それが大事になってきますか。逃れる方は、まあ、足でまたいだり、はい、したいですけどね今だとね。ここは三角を警戒しなければなりません斉藤。上杉選手は腕を流したいですね、はい、がっちりはまってますけど決まる感じではなさそうですね、はい、どう、あ三角一回転して、逃れた、逃れました。斉藤大輝逃れました。第一ラウンドも残り少なくなってきています。と斉藤大輝、膝、と飛び膝、テイクダウン。この辺りは上杉のキャリアがあります。ただし格闘技歴はそんな変わらないんですね。そうなんですか。斉藤が2年、上杉がまあ2年半、はい、残り10秒、サイドポジション。第1ラウンド残り10秒切っている。第1ラウンド終了、第1ラウンド終了です。ちょっと殴り行った方が良かったかもしれないですね。上杉俊也はアニメワンピースが大好きだそうです。同じくワンピースマニアでジムの先輩、シュート世界フェザー級王者の斉藤のセミナーに参加したときに格闘技の質問ではなくワンピースの質問をしたというね。なるほど全然役立たないですそうですね今上杉の左が入ってちょっと斉藤がぐらつきました。ファイナルラウンドこれから迎えます。まあ、もしかしたら10対8取られてるかもしれないんでね、ちょっと、上杉選手はちょっと頑張らないと思いますね、はい、斉藤選手ですね、斉藤選手はちょっと頑張らないと思いますね、はい、ファイナルラウンド、ハンバーガー、サウスポーの上杉。斉藤選手はうまく打撃使ってテイクダウンされない使い方してほしいですね、はいはい、前ローから疲れきった掴まれてどうだ。おお、今投げられ際に十字行こうとしたのとかはいいですね。あー、なるほど、うん、よく相手左が入った。上杉パンチには威力があります。
バックハンドブローの体勢を見せた斉藤。右ちょっと打撃やる分にはサウスポー対サウスポーっていうのがちょっとやりづらそうですね。なるほど、はい、これ斉藤は菅井さんもともと右利きなわけでしょですね、はい、はい。それでまあそのサウスポーにしたというね、ジー君同的ですね。あ、そうですね、はい、はい。まあ、あの右利きだと右のリードパンチがまあ効くということで作り変える選手が多いしスイッチする選手もいるんですが、バックを取っています上杉。肩固めからチョーク的な感じ、ね、そうですね。ここは逃れたい、ありました、ね、どうだ肩固めを結構入ってそうですけど、あ、入りました肩固め。勝者上杉純也一本勝ち、入ってしまいました。高校3年生斉藤大輝敗れました。上杉俊也見事な勝利。後ろ回し蹴りとか、ね、面白かったですよね。そうですね、第3試合は上杉俊也肩固め一本勝ちを収めました。両者健闘を称えます。まあ、菅井さんまだ若いですし